嫌なバッター。この前言われたって言ってましたよね。僕、森曽、杉君、動画で見てる感じと生で対戦してる感じが全然違うと。結構厄介だった。投げる球なくなってくるし、バッティングを考え始めた、はいはい、流れとして、はい、半球が止まらん止まらんっていうことで、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、嫌なバッターについてちょっとお話ししたいなっていうふうに思います。嫌なバッター。嫌なバッター。なんかこの前言われたって言ってましたよね。そうなんですよね。とあるチームと練習試合させていただいて、で、相手のキャッチャーの方から、まあ駐車場でたまたま会って、顔見知りの方だったんで、ちょっとお話しさせていただいてたんですけど、僕たち、僕、森曽、杉君のバッティングについての話だったんですけど、動画で見てる感じと生で対戦してる感じが全然違うと。へぇ、そういえばその3人って感じですね。そうですね。もうちょっと詳しく言うと、まあ動画で見てたら、その高めに弱そう。ああ、この前もあったけど。はい。よく言われる。よく言われる。よく言われる。以前の動画、高めのストライクゾーンの話ですね。それ見てほしいんですけど、まあそういう印象は正直あったと。ただ、実際対戦してみると、全然ついてくるし、うん、全然ついてくるし、ミスショットでポンってこう内野フライ外野フライっていう打球はあったけど、いずれ行かれるやろなっていう、うん、そのついてこられ方をするから、うん、そこばっか攻めるっていうわけにもいかなくて、うん、でじゃあ低めの変化球という選択肢を取ろうと思っても、バットをこう縦にこう入れてこようとしてるから、うん、それも怖い、うん、だから結構厄介だった。ボール球、フォークとか、うん、そっち系も全然振らないので、まあ厄介だったというふうに、うん、あの言っていただいたんですよね。嬉しいですね。僕ってそのバッター目線じゃないですか、うん、どこまで行っても、うん、キャッチャーもたまにやるけど、うん、バッター目線なんで、対峙してる側の意見って結構新鮮で、確かに面白かったんですよね。結構、あ、そう見えてるんすねっつって、うん、あ、結構その取り組み方として、あ、間違ったことやってねえなっていうふうに思わされたエピソードなんですけど、新鮮でしたね。コメントとかでは、はい、こいつ打てねえよみたいな話がやっぱ多いんですけど、はいはい、実際にお会いして、で生の声としてそういうふうにいただけるっていうのは、僕も指導者として嬉しいことですし、はい、ニコニコしてんな。そうっすよ。でキャッチャーから見て、はい、今の話とか聞いてどうですか、実際。まずストライクゾーンを高め低め関係なくしっかり振ってくるバッター、うん、で、そうですね、低めの変化球とか空振り欲しい、空振り誘ってるボールに対して手を出してこないっていうのは、うん、本当にこうしんどいっていうふうにはすごく感じますね、やっぱり。嫌なバッターっていうそのテーマやけど、そうですね、まあそこでボール球フランしっかりストライクゾーンコンタクトしに来るバッターっていうのは、だん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 こう投げる球なくなってくるし、うん、でピッチャーも全部が全部しっかりコントロールができるわけでもないから、うん、その点で低め誘って見逃してる間に、あ、フォアボールになっちゃったとか、うん、ある程度当ててこられて投げミスで甘いとこ行っちゃって打たれるみたいなっていうところが出てくるので、そこがすごいしんどい部分かなと思いますね。あ、これ嫌なバッターってテーマじゃないですか。嫌なバッターですね。で、自分のこのバッティングを考え始めた流れとして、はいはい、まずはピッチャー目線だったんですね、結局。ああ、そうですね。で、ピッチャーを教えてる時にどうやってじゃあバッターを抑えるかって考えるじゃないですか、はい、でそれで結構やっぱ抑えれちゃう、うん、ってなった時に、じゃあ打たれるバッターがいた方が面白いじゃないですか、はい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 、野球的に。そうですね。どういうバッターがじゃあ打つかなみたいなところでやっぱ考えてる、うん、っていうところがあるし、実際自分も前に立って、まあ、ピッチャーバッピなのか、うん、トスなのかとかでバッターの方をこう見てて、弱点とかって見えるじゃないですか、はい、でその中でちゃんと打ってくるバッター、つまりピッチャーから見たら嫌なバッターっていうのを目指して今指導をしているので、うん、なんかいろいろさっきの感想とかめちゃくちゃ嬉しいですし、はい、森曽が言ってることっていうのも分かるし、うん、っていうので、なんか嫌なバッターって結構ポイントだし、なんか狙い通りに受け取ってくれてるキャッチャーの方いて嬉しいなと思いました、うん、いや本当にね。で最後に公式戦でも当たったらぜひよろしくお願いしますって言ったんですけど、はい、いやいやって言われて
いや、もうそう言わずに、まあ練習試合ともよろしくお願いしますって言ったら、まあ、いや、もうそれも練習試合もぜひぜひ、もう本当に練習になるんで、あいう感じで言っていただいて、本当に嬉しかったですね。嬉しいですね。チームとしても嬉しいことなので。うん、あでもそう、面白いですよね。うん、バッター9人いて、こう3人の取り組みしてる人たちが、そういうふうに思われてるっていうのは、すごい嬉しいことじゃないですか。これは本当に嬉しいことです。うん、今いないですけど、はい、柘植さんとか、はい、四死球多いじゃないですか。はい、やっぱ四死球とかを選んでくるバッターってやっぱ嫌っすか。そう、まあ柘植さんに限らずなんですけど、まあ四死球選んでくる、まあ、ボール球振らないバッターめちゃくちゃ嫌です。いや、毎回言ってんな。あの柘植さんに関わらずは絶対言わなあかんのこれ。これそうそう、セットで。セットで。はい。そうですね。まあ確かにね。うん、フォアボールで出すとなんか空気悪くなるしな。うん、そうですね。うん、逆にではテーマとしては僕らもっともっと嫌なバッターになっていくっていうところ、ね、本当にまだまだね止まらないって感じるので、はい、またまだ上手くなれると、まだまだ上があるので、うん、探求が止まらん止まらんっていうことなんですよね。いや逆にさ、森さん、はい、こうキャッチャーじゃん。あ、そうですね。嫌って言われてるやん、うん、今そのキャッチャーの方からね、はい、例えば安住さんバッターで抑えるってなったらさ、はい、どういう風に抑えますか。あ、でもそれって野球の見方に書きあると思うんですよ。まあそれね、もし対戦して、まあどうしてもね、うん、まあ安住さん含め味方って言ってるバッター陣を抑えたいのであれば、まあとりあえずしっかりと読むべきかなと僕は思いますね。まあそこがまあベースにはなってくるわな、考え方の。岡山打撃探求部屋とかもね、そうね、まあ、そうがっつり考えてるし、まあどんどんバッティングとかこう考えていく人みたいなもの、意外と多分ない視点なのかなってやっぱ思われるじゃないですか、はい、コメントとか見てると思うので、そうですね、まあ、そこを考える人が増えたらめちゃくちゃ面白いじゃないですか、うん、っていうのもやっぱあるし、ぜひメンバーシップもね、はい、変遷たどってるんで、そうですね、ぜひそちらも見てほしいなってすごい思います、はい、まあ、とにかく僕らはどんなことがあっても頑張っていきたいですね。そうですね、いいものを目指して。一番いいのはまだ来てないということでね、うん、本当にね、厚森さんとか結構今打ってるんですけど、まあ、それでもなんかまだまだもっと打てるって感じる。まだまだだってできてないこともいっぱいあるし、うん、どう頑張ったらできるのかっていうのもあるし、うん、あのそれを考えるのも楽しいしね、うん、フルタイムであの仕事をしてる身なんで時間の確保がどうしてもねやっぱ難しいんですけど、うん、まあ、これからもね、まあ、体が動く限り頑張っていきたいなっていうのは思ってますので、まあ、何べんも言うんですけど一番いいのはまだ来てないの気持ちでね、あのこれからも活動していきたいと思っております、はい、まあ、各種いいバッター、はい、森下さんも最近やっぱり打ってますけど、まだまだねたくさんいいバッターいるので、はい、エンディングとか中心にね、そうそう、見ていただいたらやっぱりいいバッティング詰まると思うので、うん、これからも楽しみにしていてください、はい、というわけでね本日の動画は以上となります。それでは失礼します。します。